はい、今日も日向祭り始まりました。イエイ、高野さん、ピョンさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、さて今日はですね、はい、NGT48 から今日がお誕生日というメンバーを連れてきました。なんと今 NGT48 は28人いるんですけども、うん、実は放送日この2021年度の土曜日に誕生日を迎えるのは28人の中で1人しかいないんですよ。すごい、すごいですね、それは。28人中1人持ってますね。持ってるね、はい、というわけでご紹介してもいいですか。お願いします。お願いします。ご紹介しましょう。私の同期の NGT48 西形まりなちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ね、こと西形まりなです。よろしくお願いします。日向の同期なんだね。はい、同期なんです。はい、じゃあちょっと私から紹介させていただきますね、うん、はい、お願いします。西形まりなちゃん1995年10月16日生まれの16歳。おお、16歳ではなく、佐渡沈下がいい感じだね。あら、ちょいが来たね。ではなく、いいね、26歳になりました。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。はい、ニックネームはガタネガタネ、はい、はい、私はいつもマリちゃんって呼んでます。マリちゃんね。そうです、うん、はい、で東京都出身のメンバーです。はい、で NGT48 の最年長お姉さんメンバーです、はい、なるほど、なるほど、はい、最年長なんですね。最年長なんです。10日後の10月26日には、はい、マリナちゃんのファースト写真集が、うん、お発売されます。 おめでとうございます。写真集だ。はい、タイトルは、うん、あの頃も今もということで。なるほど、気になるタイトルですね、うん、あの頃も今も、はい、というわけで、なるほど、あのこの収録はですね、はいはい、9月なので、はい、ちょっとマリちゃん自身は ね、うん、そうなんですよね、ちょっと実感湧かないと思うんですけども、うん、これより世界一早い西形まりなちゃんの生誕祭を開催いたします。やったー、ありがとうございます。じゃあまずはバースデーソングを、おバースデーソング歌いましょう。なに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 、もうなんか先週ほら、はい、日向もう覚えたし、お行っちゃう、行けちゃう。まるで今日のためにまたあれが初じゃない。すごい、確かに初メンバーにバースデーソング、すごい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 、日向るの初感。じゃあ一応ピートターンもギターも、わかりましたわかりました。嬉しいタイミング、じゃあ行きますか。じゃあ日向ちゃんがせっかくだからカウントお願いします。ワン・ツー・スリーの、うん、ワン・トゥーシー。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mari-chan. Happy birthday to you.おめでとう。あ、おめでとう。すごい。ありがとうございます。すごい。ひなちゃん。上手。いけてた。いけてるやん。いけてる。あなたいいわよ。これマリちゃんに歌うためにこれ覚えたら感じ。そうなんだね。マリちゃんのために。いやマリちゃん。ハッピーバースデー。ありがとうございます。おめでとう。すごい、26年間生きてて、うん、こんなおしゃれにお祝いしていただいた、おしゃれ、初めてです。おしゃれだったら、めっちゃおしゃれです。大丈夫ですか。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。今日はいい日、いい日ですよ、一生の思い。そしてですね、はい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 、この番組から、うん、マリちゃんに、うん、バースデーケーキがお、あるんですよ。ケーキ来ました。あら、え、いいんですか。あら、ちょっと待って、この流れ、タカちゃん、ちょっとこの流れなんか見てください。これマリちゃんね、あ、暴走、あれ同じケーキだ。顔が暴走してる。これね、僕たちやられたね。これ悪夢のパターンが来るんじゃない。これ、じゃあ私がマリちゃんのために、今日ゲストいるんだよ。マリちゃんのために特訓をしたいと思います。いただきます。マリちゃんお誕生日おめでとう。いくら、あー、やばい。あなたそうやってね、出しゃばるからバチ当たった。あー、いったいったいった、またいい、すごい。あなたほんと食べたじゃないの。マリちゃん、これね、これうちらのこれ作法なのね。これ日向の時もね、食べちゃったんですよ。そうですよね、しかもちょっとかけら落としたし、ね、かけらっていうレベルじゃなかった、ね、やばい、ほんとにやばい、ごめんなさい。ちょっと、え、結構ガッツリいってる。結構いってない。結構いってる。結構いくのよ。いってるから。そう、あれ、じゃあ後で一緒に食べましょう。あ、はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。今日どんな誕生日バースでなるのか、はい、楽しみでおりますけれども、はい、じゃあ皆さん行ってみますか、はい、行きますか、はい、それじゃあ、はい、行ってみましょう。 NCT プレゼンツ日向祭り。
NCT プレゼンツ日向祭り。こんばんは、 NCT48 の本間日向です。日向の高則です。ピロンです。さあ今日はね皆さん、うん、本日誕生日ということでなかなかめでたいですよこれ、うん、改めて NCT48 メンバーをお招きしております。はい、こんばんは、 NCT48 の片根こと西方舞菜です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。聞いてみたいのはさ、うん、はい、ひなたんはどんな印象？もうずっとアイドルなんですよ、本当に。ずっとアイドル。めちゃめちゃアイドル。でも自分もずっとアイドルでしょ、だって。そうだね。自分は本当にあれなんですけど、うん、本当にどこいつ見ても360度どこ見ても本当にアイドルで。360度アイドルです。いいことね、褒められて。照れちゃいますね、本当に。ハッピーバースデー炸裂したからね。本当にケーキあんなに食べるんじゃなかったって今反省してます。すでもやっぱ愛されキャラ。いや、めちゃめちゃ愛されキャラですね、はい、メンバーにもですし本当に応援してる日向推しの方にも、はい、あ、そっか、めちゃめちゃ愛されてます。はい、じゃあひなたのまりちゃんの印象はどうですか？うんうん、確かにまりちゃんはもう最初からもうずっと可愛いんですよ。もう顔面最強お姉さんなんですけど、でもこんな見た目して完璧お姉さんなのにめっちゃ変顔とかするんですよ、うん、あ、変顔。それ超いいじゃん。めっちゃ変顔とかするし、そっちにも意外といけちゃうのね。そう、あらあら、そうなんですよ。そういうのはじゃあ結構みんなも見せちゃってる感じの変顔。そうですね、もう寝顔も変顔もひどいので。そう、寝顔もうやばいんですよ。寝顔見たい。ずっと目開けてるんですよ。あ、なるほど。多分目が大きいから開いちゃうんだろうけど、締まりきれてないんだよ。はい、なんか私のカメラホルダーにもまいちゃんの寝顔はカメラホルダーもう何枚か入ってて、もう全部ひどい顔です。いや、そうなんですよ。いいね、でもギャップがいいよね。そうなんですよ。なんかもう最年長メンバーだから、うん、いつもなんだろうな、メンバーのこととか、うん、いつもちゃんと見てくれて、うん、心配してくれて、すごい頼りになるお姉さんなんですけど、うん、しっかりしてるんだけど、でも抜けてるところもあって、そうね、はい、ほっとけない姉さんなんですよ。ほっとけないね。じゃあちょっとそんな意味もあって、ね、うん、お姉ちゃんに甘えちゃう今日は。ああ、重いじゃん。そんな日にしよう今日。そんな日にします。ハッピーバースなんだけど。そんな日にしましょう。じゃあですね、まりちゃん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。NCT プレゼンツ日向祭り。 NCT プレゼンツ日向祭り。お相手は日向貴則と、同じく日向ピロンと、 NCT48 の本間日向と西方真里奈です。さて本来ならばこの時間はですね、うん、皆様からのメッセージを紹介するんですけれども、うん、今日はね、せっかくスタジオに来てくれている NCT48 の西方真里奈ちゃんはですね、なんとなんと10月の26日にファースト写真集あの頃も今もを出されるということで、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、たくさん売れますようにということで、はい、ただ話をねここで聞くだけでは面白くないじゃないですか。なるほどなるほど、ね、ということで、あの爆弾コーナー行ってみたい爆弾コーナー思います。まさかピロコの部屋。はい、皆様こんばんは、ピロッコの部屋の時間でございます。なんかちょっと久しぶりの気もしますけれども、さあこのコーナー ね新潟でご活躍するさまざまな方をゲストにお招きして、まあいろいろとお話を聞いていこうというものでございますけれども、今日も2人のアシスタントがねついてくれることになりました。はい、向かって右側、日向の高則さん、そして NGT48 の本間日向さんです。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ今日は NGT48 の綺麗なお姉さんがやってきました、うん、改めて紹介します。 NGT48 の西方真里奈さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。とっても綺麗でお肌もねピチピチじゃないの。なんだけど、なんか昭和生まれって本当なの？ちょなんかそういう情報入ってるけれども、あれ、ちょ一番若い昭和生まれでもだって30はもう超えてる30オーバーなわけだからね。そうですね。ね、あれなんで昭和、あれ。まあいいわ、その辺もちょっと化けの皮剥がしていこうかなと。怖い怖い。じゃあちょっといくつかね、あの、はい、マリナちゃんにいろいろ聞こうかなと思いますけれども、はい、何、あの写真集
はい、出すということで。そうなんです、ね、出していただきます、はい、どんな写真集なの、この中身は。あ、そうですね、うん、生まれ育ったあの東京と自然豊かな沖縄で撮影させていただいて、うん、写真集でしか見れないカットがたくさん詰まってます、うん、なので、はい、26歳の私を楽しんでいただけたらなと思っております。全部白黒なの？ちょっと待って昭和生まれだから、ね、一応なんかノスタルジーな写真集って聞いたけどもちょっと一応カラーは、あ、本当に、はい、カラーの方はつけさせてもらえる。カラーはつけたのかな、はい、カラーは、はい、色ついております。写真集つながりでね、はい、まあ、あの横にいる今日は、ほんま日向ちゃんもね写真集出してるんだけれども、はいはい、実際私の方が売れるわよみたいないやいや叶わないです、もう日向様には叶わないです本当に。あら、二人して遠慮してアイドルあるあるじゃないのそれ。いや本当に思ってます、本当に。本当にどのページ見ても本当に可愛かったんですよ。うん、はい、どう見た、もうそのマリナちゃんのは。あの SNS とかで定期的に毎日オフショットが上がってるんですけど、うんうんうん、もうお姉さんやっちゃってますよあ、お姉さんやっちゃってるんだ。お姉さんやっちゃってます。ちょっと待って、やっちゃってるとは。ひろこさんやっちゃってるそうです。気になるね。僕も気になりますね。ね、はい、じゃあもう一つ聞くわ、はい。ちなみにメンバーで一番いい人。これはもう ねちょっと、ね、やっぱマリナちゃんから見て、あ、この人やっぱ一番いいな。そばにいてあげたいな。ずっと歌っていきたいなって思う人、ズバリ答えなさい。荻野ゆかちゃんです。なんでやねん。そこはね、まあ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 、いい子なのね。まあそれわかるわよ。まあ荻野ゆかちゃんは、うん、マリナちゃんと一緒にそのドラフト会議で、うんうんうん、あの指名されて、もう二人が一番最初の NGT48 のメンバーなんですよ。そういうことね。だから、あのゆかちゃんとの絆はもうマリちゃんが一番深いんですよ。だからまあまあまあそうですよね、はい、そこはね、はい、はい、でしゃばりましたちなみにね、はい、あのほんまひなたちゃんの面白いエピソード、ぶっちゃけここでしか言えないような話とか、ちょっとそういうのちょっと教えてほしいな。いやちょっとですね、うん、えあるあの私苦手な食べ物がありまして、うん、なんなん、それがちょっと納豆が、納豆、はい、あら、ちょっと苦手なんですねうん、うん、はい、ちょっとずいぶん前の4年3年前ぐらいの時にですね、うん、はい、あのメンバーと一緒に新幹線に乗ってまして、うん、どこからか私の嫌いな納豆の匂いがすると思って、あの独特のね、独特の、はいはいはい、でこう鼻で匂いをたどっていくと、うん、なんと納豆、ひなたんが食べてました。あら、新幹線の中で納豆は、まあまあ密室でね、非常識ね、また密閉空間で納豆も何食ってたの？納豆巻き、納豆巻き、納豆巻き美味しいけど、まあね、新幹線であれか、納豆巻きを食べるアイドル。でもその新幹線も、うん、あの同じ車両にはメンバーしか乗ってなかったから、でもマリちゃんが納豆嫌いなっていうのはもう加入当初から知ってたけど、うん、その時マリちゃんが一緒の車両で移動してるって、はい、分かってなかった、そう知らずに朝早くてで、なんかあの朝起きたらなんか何か食べ物を食べないと動けないから、うん、それであのもう寝ぼけなまこで納豆巻き食べてたんですよ、うん、そしたら向こうの方からマリちゃんが誰か納豆食べてるそれは怒るわ、ね、ぶっちゃけちょっとムカついたんじゃない、ピシッとしたくてちょっとそうですね、そうでしょ、何食べてんのみたいなピシッて凍りつきました。納豆隠せないしね、もう匂いも、ね、もうその時のこと鮮明に覚えてます、はい、納豆で、まあね、そうなんですよ、はい、ということで、まあ、いろいろ聞いてきましたけれどもね、じゃあマリナちゃん改めて、この日向祭りラジオをお聞きの皆さんへ一言お願いします。はい、はい、10月26日にファースト写真集を出させていただくので、うん、よかったらぜひ穴が開くほど見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。写真集の見どころは特にあります？初のランジェリー姿です。わお、行っちゃったもんね。行っちゃいました。私も楽しみます、はい、ありがとうございます。さあ、はい、というわけで、今日はね10月26日火曜日にファースト写真集が発売になる NGT48 の西方まりなちゃんをお招きいたしました。ということでこのコーナーピロコの部屋ではこれからもさまざまなゲストをお招きお届けしたいと思います。西方さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に、うん、高典。
あんたなんか済ました顔しているけれども、はい、なんか面白いこと言ってちょうだい。じゃあまた最後に来るこの振りもういやん全然面白くないわねじゃあひなちゃんもなんか滑らない一言言ってちょうだい。マリちゃんが26歳だなんてあらやだ可愛いからってじゃあせっかくだからマリナちゃん、はい、あなたからもね写真集の PR をせっかくねたくさんの人に売れてほしいじゃないの、はい、ダジャレを添えてダジャレをダジャレをダジャレダジャレ来たよピロコの振り、ね、なんなら変顔付きでもいいのよ、うん、行ってみてちょうだい。わかりました、はい、布団も吹っ飛んじゃうぐらい心も吹っ飛んじゃいます。意味わかんないですちょっとごめんまた会いましょう。さようなら。ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。NCT プレゼンツ日向祭り。お相手は NCT48 本間日向と西形真里奈と日向の高典とピロンです。さあこの時間は週替わりでお届けする日向と日向のエンタメコーナー、今日はこちらの企画です。新潟の一品をご主人様にご紹介、メイドイン新潟。さあ皆さん、新潟愛してますか？この時間は新潟で生まれたもの、メイドイン新潟の素晴らしいものをなんと3人のメイドさんが紹介してくれます。それでは早速メイドさん自己紹介です。お願いします。はい、ご主人様こんばんにゃん、ひなにゃんだにゃん村上市出身のにゃん。もうこのコーナーゆみゆとやってから一生やらないと心に誓っていたにゃんまた来たにゃんとりあえずよろしくお願いしますにゃん。いやいやいや、かわいいメイドさんだね。ひなにゃんのちなみに趣味は何なのかな？ひなにゃんの趣味はお昼寝だにゃん。あら、かわいいね。かわいい、いいよね。じゃあもう一人のメイドさんの自己紹介です。お願いします。はい、ご主人様こんばんにゃん、あなたのメイドのピロニャンだにゃん、よろしくお願いしますにゃん。ちなみにピロニャンの趣味は何なのかな？ポメラニアの画像を見るのが楽しみだにゃん。にゃんにゃんにゃん、そうなの？ワンワン。今回はさらにもう一人のメイドさんが来てくれてますよ。心強いにゃん。早速自己紹介をお願いします。はい、ご主人様こんばんにゃん、あなたのメイドのマリニャンです。実家には本物の猫が6匹いるだにゃんわお、オーサムでは制服だって着たんだから猫耳ぐらい楽勝にゃん、よろしくお願いしますにゃん。にゃん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 、セクシーにゃん来られましたね、うん、似合ってるにゃん。似合ってるにゃん。かわいいにゃん。かわいいにゃん。おー、かわいいメイドさん、なぜか昭和の香りがするね。わかるにゃん。ちなみにマリニャンの趣味は何なのかな？カラオケボックスです。これやはりカラオケボックス、レーザーですねえ、うん、純喫茶みたいなということで今日は3人で一体何を紹介してくれるのかな？はい、今日は5歳年上の同期マリニャンが来てくれたということで、長岡市とちおの手まりを紹介するにゃん。なるほど、マリつながりで。お、すごい、つながってますね。でも5歳上はちょっといらないにゃん、悪意を感じるにゃん。ちょっと今悪意あったにゃん。はい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 、まあ3人ね、マリナお姉さん大好きだにゃん。どんなにゃんにゃんになるのかということで、3人の手元にはキーホルダータイプのものとお家で飾るタイプの手まりがあるんですけれども、それぞれみんな紹介してもらってもいい？じゃあマリニャンの、それは、はい、私は手まりのキーホルダー、うん、赤色の朱が、うん、はい、入っております。赤色系だね。ピロニャンにも、うん、マリニャンって同じ大きさだけども、うん、すごく細かく手縫い、あ、手縫いかな。でもすごいね、かく作ってあるね。色は赤にオレンジ、うん、ピンク、白に緑に、うん、いっぱいだにゃん。ひなにゃんのは？ひなにゃんはですね、これ飾り用の飾り手まりなんですけども、うん、大きいね、綺麗だにゃん、うん、なんだろう、握り拳くらいの手まりがついてて、ピンクだったり黄色の刺繍が入っているにゃん、うんうん、そしてその下に紅白の
おめでたい感じの、おめでたい感じ、ひらひらがついててとても可愛いにゃん。あらにゃん、素敵素敵。かつて機織りが盛んだった山沿いの地方では、うん、繭の糸や機織りの残った糸を利用した手まり作りが盛んに行われていたにゃんにゃん、いたんだにゃん、うん、そうだにゃん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 、しゃべってくださいよ。にゃんにゃんにゃん。手まりは絹織物である紬の産地だった途中でも、うん、子どもの遊び道具として、うん、縁起物や贈り物としても作られてきたんだにゃ。なるほど、うん、手まりには大きく分けて、うん、子どもの成長を祈って飾る手まりの飾り玉と、うん、ついて遊ぶ遊び玉の2種類があるんだにゃん、うん、現在都庁では主に飾り玉が作られていて、私たちの手元にあるのは飾り玉の方なんだにゃん。さあそれではね、ここから恒例のメイド3人によるチャレンジコーナーです。これから3人にはお題に従って今日のメイドイン新潟の一品、長岡市栃尾の手まりをアピールしてもらいたいなと思います。これから3人には575の川柳を作っていただきたいなと思います。川柳、うん、条件もシンプル、うん、手まりという言葉をどこかに入れるだけで OK です。なるほど。お、早いねピロニャン、もう手が上がってる。さすがだにゃん、すごいにゃん。じゃあピロンちゃんの川柳575でどうぞ。この子にI love you てマリナに言ってほしいにゃん。おお、お、手まりをてマリナに。おお、すごい、上手、やるやるやる、やる意外と考えてたにゃん。やるにゃん、考えたのにゃん。いいにゃん。続いてひなにゃん上がった。おお、おお、上げてはないにゃん。ひなにゃんの手がピンと上がったところで行ってみるにゃん。良感も思い出たくさん、いい手まり。おお、まとまりましたね。良感、手まりで遊んでるもんね。そうなんですよ。歴史知ってるにゃん。さすが、土曜のことを調べてみたら、良感さんも歌に読んでいたんですよ、この手まりのことを。あれとも新入ってきてるにゃん、ね、お、にゃん、からの見てもマリニャンのピンと手が上がった。期待できるにゃん、これ。いや、誕生日なのにリラックスできないにゃん。じゃあマリニャン行ってみましょう。手まりとね、遊べば笑顔広がるね。おお、なになになに、ちょっとすごいにゃん。これはね、手まりのすごくいい PR にもなったと思うし、ここみんなでね、この手まりの PR 大使3人呼んでほしいなと思いますので。ということで、メイドひなにゃん、ピロニャン、マリニャンから今日は長岡市の土地の手まりを紹介してもらいました。3人のメイドさんからも一言もらおうかな。じゃあまずひなにゃんから。はい、このかわいい手まりをぜひお家に飾ってほしいにゃん。ありがとう、ピロニャン。世界に一つだけの手まり、リンリンにゃん。そしてマリニャン。はい、手まりがリンリンリン、私の写真集はドキドキ。おー、はい、見てください。見たいにゃん。さあ、メイドのひなにゃん、ピロにゃん、そしてマリニャンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。にゃんにゃん。ワン、ツー、 NCT プレゼンツひなた祭り。NCT プレゼンツひなた祭り、お相手は日向貴則と、同じく日向ピロンと、 NCT48 の本間ひなたと、西形まりなです。いや、さあというわけで、はい、あっという間に時間となりました。楽しかった、楽しかったです。中野さんも楽しかった。いや、本当ですよ、本当楽しかった。今週毎週これでいいのにね。ちょっともうにゃんにゃん本当きついぞこれ。本当にそう。でもにゃんにゃんはピロニャン結構なんか好きそうじゃなかった。わかる、実はな。嫌いじゃない。ね、マリちゃんは今日お誕生日ということで、うん、ね、ひなた祭りに遊びに来てくれましたが、どうでしたか。いや、本当に今日はお祝いしていただいて嬉しかったですし、念願のひなた祭りに出演させていただいて本当に嬉しかったです。ひなたさんとね、お会いできて、うん、本当に
楽しかったですし、これからもよかったらよろしくお願いします。これマニアね、はい、メイドさんでどんどん来てほしいよ、ね、メイドさんで、メイドさんでいいのよ。あの一つ年を重ねて、うん、またさらにそうだよ、ね、レベルアップしたマリちゃんが色気が出して、うん、本当に楽しみですね。ありがとうございます、はい、嬉しいです。ね、うん、そしてここで NGT48 からのお知らせです、うん、はい、今月30日に新潟市中央区の時メッセで NGT48 の単独コンサートと、私の同期荻野ゆかちゃんの卒業コンサート「私をアイドルにしてくれてありがとう」が開催されます。詳しくは NGT48 のオフィシャルホームページなどでご確認ください。よろしくお願いします。お願いします。すごい、はい、さあさらにこの番組の模様は今夜の11時から、はい、ケーブルテレビ NCT のコミュニティチャンネルでもご覧いただけます。タイトルは BSN ラジオ日向祭りウォッチング。無料のアプリ NCT コネクトをスマホやタブレットにダウンロードすれば全国どこでも見ることができますよ。 NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブ配信もありますので、うん、ぜひそちらも見てもらえたらなと思います。今日はお誕生日当日ということで NGT48 から西方まりなちゃんをお招きしました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、お相手は NGT48 本間ひなたと日向貴則とピロンでした。バイバーイ。